ガツリ学、または月面地理学は月面の地形と特徴を研究する学問分野である。英語ではセレナラフィーでジオグラフィーのジオマイナスをセレノマイナスに置き換えた言葉である。グラフィーは書くという意味である。日本語のガツリ学も地理学の地をガツに置き換えた言葉である。歴史的には天文学者、天文家は月の地図を作成し月の地形、 すなわち月の海、クレーターや山脈などに命名することを行ってきた。宇宙開発の時代に入り、裏側を含めた月の鮮明な写真画像が人工衛星によって得られるようになるまで、活理学は天文学の一分野として研究されてきた。月の表面が完全な球面ではないという概念の起源は、紀元前450年頃にまで遡ることができる。 古代イギリシャのデモクリトスは月に山と谷があると信じた。しかしながら15世紀の終わりに至るまで月の地形に関する目立った研究は行われなかった。1603年頃、ウィリアム・ギルバートがラガンで観測した月面の図を残したのが最初の月面図とされている。他の天文学者も月の地図の制作を行い、望遠鏡の進歩とともにその精度が向上し、 1700年代の初めには月の測り道によって観測可能な月の表面の50%を超える地図が制作された。1750年にトビアス・マイヤーは正確な月面の座標を作り精密な月面地図を作成した。ヨハネス・ヘベリウスの月面図1779年にヨハン・シュレーターが精密な観測と測定による系統的な地図の作成を始め、 1834年にヨハン・メドラーによって4面からなる大きい地図が出版された。1840年になると JW ・ドレーパーが最初の月の天文写真を撮影し、写真技術の進歩は月の写真の精密さを急速に向上させていった。1890年までに月の写真観測は天文学研究の一分野と認識されるようになった。 20世紀になると月の観測技術はさらに向上し、1946年にはレーダーを月の観測に用い、1957年にはソビエト連邦が人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、宇宙開発競争が始まった、1959年9月13日にソビエトは衛星ルナ2号を月面の晴れの海に衝突させるのに成功し、1月後、 ルナ3号が月の裏側の撮影に成功した。アメリカも一連のレンジャー衛星によって月に衝突するまでに撮影した写真や月面に難着陸して撮影した写真など、より分解能の高い月の写真を得ることに成功した。1968年に有人宇宙船アポロ8号が月の周りを回り、1969年に人類は月面に着陸した。 最初に望遠鏡で観測された月の地形に命名を行ったのは1645年のベルギーのミヒャエル・ラングレンであり、月のクレーターや山や山地にカトリックの聖人などの名を付け、小クレーターに過去や当時の天文学者や数学者などの学者の名を付けた。1645年、ヨハネス・ヘベリウスも月面図を作成したが、ヘベリウスは ラングレンの命名とは異なり、地球にある地名を命名した。現在まで続く月の地形に対する命名の仕方を与えたのは北イタリアのイエズス会の司祭、学者の立朝里ある。1651年の著書アルマジェストム・ノブムは、反宗教革命の視点に立つもので、天道説の立場に立つものであったが、立朝里の命名法は、現在も生きている。立長里の著者の月面図は、 彼の同僚のフランチェスコ・グリマルディによって描かれたものである。月が地球の気象に影響を与えるという当時の考えから月の海に気象や出来事のラテン名を名付けた。危機の海、晴れの海、豊かの海、雨の海、雲の海、氷の海などの名は現在も使われている。月面地図 EN。 リチャード・アンドレイによる、アンドレアス・リュジェ・マイナー・ハンダ・トラスよりナサによる、月面地図1979年。ありがとうございます。